こんにちは、ドンチャンネルです。3月8日お昼過ぎ、突然のね、訃報が飛び込んできました。漫画家鳥山明さん68、急性、3月1日に急性くも膜下出血腫の、ため、ドラゴンボール、ドクタースランプ名作生み出す。でね、なんかツイッター関係のホットワードにね、急性くも膜下血腫で、その際に鳥山明先生の名前が出てきて、え、まさかと思ってさ、検索かけたらすぐ亡くなったっていう記事が出てきて、あっちゃーよね。鳥山明先生68歳で亡くなって、僕が今60なんだけど、僕のちょっとワン世代前のね、こう、作家さんっていう見方になって、僕が15歳の時、高校に入った時に、ドクタースランプあられちゃんですが、アニメ化にもなったしね。それから、なんかな、ジャンプで連載される漫画が次々とアニメ化されるっていう流れがね、できていったんですよね。僕自身は、幼少期はね、漫画とかをね、買ってもらえる家じゃなかったんで、中学校に入って、こそっとね、週刊少年ジャンプとかを買い始めたんですよ。で、ちょうどその時、亀有公園前初出の連載が始まったんですよね。だから、ある意味、まあ僕たち世代が、紙の上の漫画から、まあメディアミックスっていうの、アニメ化される、で、劇場版が上映されるみたいなね、そういうことが始まる中で、僕たちがね、漫画と親しんできたんだけど、その中でもね、まあ、ビッグネームの先生がね、鳥山先生が亡くなったっていうニュースが今流れてきてます。ドラゴンボール、ドクタースランプなどの名作を生み出してきた漫画家の鳥山明さんが2024年3月1日に急性くも膜下血腫のために亡くなっていたことが分かりました。68歳でした。葬儀は近親者のみで行われたということです。で、まあ、法人、プロダクションからの発表は、ファン、関係者の皆様へ突然のご報告になりますが、漫画家鳥山明は2024年3月1日、急性、抗くも膜下血腫により永眠しました。68歳でした。熱心に取り掛かっていた仕事もたくさんあり、まだまだ成し遂げたいこともあったはずで、残念でなりません。ただ、個人は漫画家としていくつもの作品を世に残してまいりました。多くの世界中の方々に支持していただき、45年以上にわたる創作活動を続けることができました。これからも鳥山明唯一の作品世界が末永く皆様に愛され続けることを切に願います。生前のご厚誼に深く感謝し、ここに謹んでお知らせいたします。なお、葬儀は近親者のみにて執り行いました。精神を望む本人の意向により、ご弔問、ご香典、ご供物、ご献花その他はご辞退申し上げます。家族への取材などにつきましても、お控えいただきますよう、ここにお願い申し上げます。今後、お別れの会などについては未定ですので、決まり次第お知らせいたします。何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。2024年3月8日、株式会社バードスタジオ、株式会社カプセルコーポレーション東京ということでね。鳥山明さんの歩み。鳥山さんは1978年、週刊少年ジャンプにて読み切り作品、ワンダーアイランドでデビュー。ドクタースランプの連載を開始すると、1981年にはアニメ化もされ大人気に。その後、1984年からドラゴンボールを連載、アニメ化され、世界的に愛される作品となっています。漫画家としての活動とともに、デザイナーとしても活躍し、大人気ゲーム、ドラゴンクエストシリーズではキャラクターデザインを担当しました。2023年8月には自身の作品、サンドランドがアニメ映画化され、話題を呼びました。また、2024年の秋には、完全新作となるアニメシリーズ「ドラゴンボール大魔」が
スタート予定ってなってるってことですね。まあ、平成に入ってさ、すぐ手塚先生が亡くなった時はさ、去勢、おつとかいう見出しでね、随分書かれたけど、まあ、手塚先生と鳥山先生って全然ね、もう世代の違う人で、まあ、あの絵柄とかさ、なんか、まあ、なんかニューウェーブだなみたいな感じで、僕の目には映ってたんですよね。来たぞ、来たぞ、あられちゃんってね。なんかこう、僕たちが青春期にね、こうそういうふうな、こう、感化されるような作品をね、送り出してくださった先生たちがね、一人、また一人ってね、まあそりゃそうですよね。僕はもう60、もうすぐ61だけど、その僕たちが青春期にね、楽しめる作品を送り出して、いただいた先生たちはもうね、70とかいう年齢にね、手が届くわけでね。残念だなーっていうのがね、本当のところなんだけど。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。